イニータ・エスコバル、ヒルダルド・ゴメス・エレーラ、そしてガビリエラ・ゴメス、バルデラマ・レディン・アルバレス、はい、そうしますとその上発3人はですね、はい、一つ注目して見ていただく、はい、さあこの10番がストイコノビッチ、この選手ストイコビッチ非常にこういろんなところへ顔を出してきますね。そうですね、はい、マイコビッチ、さあここでビョビッチ、ようやく出ましたストイコビッチ、説明した方が分かりやすいんじゃないかと思います。352ですか、はいはい、10番のストイコビッチ、特にあの左の7番を、さあバルデラマに今度、そうですね、こういう形で攻めたらいいと思います。そうなんですね、はい、ちょっとユーゴが良くなってきましたね、はい、ゲームを作るストイコビッチ10番、この辺はさらには10番のストイコビッチ、またオフサイドフラッグがゴメス、簡単にボールを渡してストイコビッチ、スパシッチからストイコビッチ、いや見事なオフサイドトラップです。オフサイドトラップ、はい、全員がこのプレーですね、上がって、もう4人ぐらいオフサイドですね見事な、本当にね呼吸が合ってましたよ、もう一度ご覧いただきましょう。今笛が鳴って前半は終了しています。この時はいないですね、から前に走っていくんですが、ストイコビッチがボールを出して出た、これはオフサイド分かるんですが、ここですね、この蹴った瞬間もうオフサイド、オフサイド、1番のスシッチへ縦に出た、シュート、もうペナルティの中でこう突破したですね、このパスで、はい、これはノーサイド、そのままあ、こぼれている、あのマークもなかなか外せないんですね、彼らがもう少し上がってできますからね。さあ右に振った、そのままゴールに向かうか、振ってシュートという形が徹底して、はい、プレーでしょうか、はいはい、ここで完全にフリー、ゴールに向かってドリブルをして、これもね、いいクロスなんですね、ここからこれフリーでしたね、はい、今日は後半の34分、右を使いました、ここは2対1だ、オフサイド、ね、しかしこのスチッチっていう選手もうまいね、8番ですね、オフサイドです。